まゆみのサンキューチャレンジ後半戦。はい、はい、まあ、今回は貴重な小田原扇頂点さんで実践の方をさせてもらって、うん、はい、であのゲストの方にミサオさんを呼んでおります。はい、がミサオさん何してくれてんですか。そうね、せっかくゲストで来てもらったのに、まあ、一応右手だ握力だけは使ってるわ。あ、分かったよ。あとお金、ちょっと待って分かったよ。右手、右手、両手だ、両手両手でやるべき。私両手使う。あ、そこの間さ、そう、両手で広がる広がる、ここから話広がるで。いや、もう思いついたこと全部話しちゃうんだけどで、なんかこの間さ、そう、うん、エヴァを打ってて、はい、まあ、今日もエヴァ打ってますけども、うん、あの両手でね、こうやってたわけ、うん、どうせだったら使いたいじゃん。したら隣の人が、うん、あ、両手で持つんですね、なんか可愛いっすねって言われて。可愛さアピールになるよ両手打ちは思い出て。ナンパされた？ナンパまでされてない。それで終わった。あ、どうもっつって。両手打ち可愛いですねって。いや、もうナンパでしょそれは。ナンパかな。連絡先聞かれなかった。あら、びっくり。あらびっくり。聞かれなかった。おかしいな。そっか、両手打ち可愛いか。可愛いんじゃん。あのあれでしょ、コップ、マグカップ2つこうやって持つみたいな。あ、似てるかも。パチンコバージョン。そうだよね、パチンコバージョン。パチンコバージョン両手で。可愛いのか、それ誰にアピー、うん、誰アピーなんのかな、ね、本当にもっと見てほしいな、それを可愛いと思うとしたら、ね、ってことで、はいはい、まあ、前半戦のおさらいなんですけども、はい、まあ、私が今投資33本で当たりなし、うん、私は投資3万円で当たりなし、はい、楽しく2人で打ってます打ってます。そうだから、もう本当にパチンコ番組かなって思った前半戦だったんで、うん、ね、背景にパチンコ機種があります、ね、うんうんうん、居酒屋でいいよねマジでっていう感じだけど、まあ、今まだね、お昼だし、はい、お昼だし、まあ、ここから後半戦ってことで、はい、まあ、とりあえず、はい、まあ、ミッション内容、あの2人でその合計で 33,333 発出れば、うん、この番組のねグッズを皆さんにプレゼントできるので、はい、ここからまた後半戦、ね、しっかりと応援よろしくお願いします。いや、そう、うん、やっぱミサオが出てようやくプレゼント出せたっていうのをね、そうね、そう、前回あげれてないので、うん、ぜひミサオパワーで皆さん信じて最後までぜひご覧ください。なんとかしたいと思います、このお荷物を、はい、体重軽くしてくるはい、それでは後半戦スタートです。はい、はい、こっからが我らの力の見せ所ですから。そうそう、前半は ね遊んでただけなんで。そうそう、やっぱね、私はこのお荷物を背負ってね、ちゃんと、だから私さっきさ、そう、なんで受け入れちゃったんだろうな、そのおめでとうだよ。そうなんだよえ、でもそろそろこっちに流れてくるよでも思うしかない。そろそろ、ね、うん、うちらがまだ AT フィールド全開できてないのかも、心の壁がさ。そういうこと、破らないといけない、うん、破らないといけない。でもだいぶ破ったんだけどね、結構ぶちまけてるよね、うんうん、だいぶ喋ってるよ。お互い話すの初めてだから、すべてがもう新鮮する。新鮮、そう。そうなんだってこと多いもんね。そう。なんかさっきアニメ好きって言ってたもんね。あ、うん、そう。アニメ好き。何見るの？あのね、今さらまた地獄少女見始めたりとかして。好きなんだあれ。地獄少女、私、うん、全部見たよ。見た？うん。面白いよね。面白い。展開はね、いつも一緒なんだけど。あ、そう、一緒なんだけど。内容がね、うん、ちょっと切なかったりね。そう。するよね。そっか、地獄少女ね、うん、私ね、ハンターハンター見終わったところ。あ、見てんだ。見てる。え、少年漫画の方が見る？別にランダムで見る？うん、何でも見る。え、地獄少女以外何見てんの？他今スパイファミリーでしょ、うん、やっぱり、うんうんうん、あ、ワンパンマンも見てる。ワンパンマン今やってんの？もう終わったのかな、ネットフリとかでやってるから。あー、なるほどね。ワンパンマンはね、見てたよ。やってた。アニメを？アニメ。多分一期ぐらいしか見てないと思う。面白くない？面白かったけど、もうわからなすぎる。え、なんで？今が。あ、今が。うん。最初知ってたのにみたいな。ワンピースと一緒。ああ。最初だけ知ってる。なんか切ない感じね。そう。置いてかれちゃったみたいな。今どうなってんの？今どうなってんの？でもさ、でも見てたんだったら、あのパチンコのワンパンマン打ちたくなんない？あ、熱そう。何？この震えてるやつ、私震えてる。あ、バブル来た。私ほぼ、ていうか私は今まで3回来て3回とも全部当たってるよ、うん、あ、ほんと？あ、待って、風出てる。あ、もうおめでとう。手外してたけど、風出てました。必須頼む。
あ、飲む。お願いお願いお願い。あー、に珍しい。あんまりないに。はいはいはい、やりました。やっぱり後半の女です。本当後半の女です。 やりました。一応ね、ここで喜んどかないといつどこで喜んでいいか分かんなくなるから大げさなぐらい、もう人生一喜んでいいそんなにそう、やばい、おい、はいはいはい、あー涼しい、こっちにも振動伝わってきます。手がかゆいです。私これでマッサージしてるみたいな感じでさそうでしょ、ここを持ってブル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 って。え、でも言うてそんな震えなくないお願い。今 何が始まった？5かな、あれ時間笑わない、4かな。来たー、やりました。5から、うん、4から、4から見てなかった。5から、あれなんかね、法則があるらしい。あ、そうなんだ。そう、でも見るの忘れてた、高速この。いいよ、もうあのよそ見の見顔でいいからやりました。4から始まったんだ、違うか、5から、あ、分かる同じこと言ってる後で動画見直して分かった一回ね、玉を出してね、で入れるの。 あ、なるほどね。そう、それやっぱ私といえばね、パオルだからね。パオルくんか、うん、はい、まあ、こういう時じゃないとあんまり会えないもんね、パオルくんに。そうなのよ、ていうかこれにしても会えないのよ。会えないね、全然来ないんだから。まったくツンデレのツンが長すぎる。長い。でもなんかいざここでっていう時にやっぱ来てくれると、うん、お、うんうん、あ、来ないか、おう、キャトルくん、何で二次元、二次元二次元、私このパターン初かも、あのカオル初かも。え、本当、うん、ちょっと前後入れ替えようかな。前後の玉入れ替える順番、そう、順番入れ替える。大事に大事に大事にね、大事に行こう。一玉集中。そう、無駄な玉なんてないなんか今風来たって思った、上からだった。 あるよあるよね、止まった。頼むレイ、レイちゃん頑張れ。ボタンだわ、なんでだよ、人のボタンはよく当たるのになあ、自分の全然当たらん。とこの間ウシトラ打っててさ、うん、なんかそう風来た気がして、風来たってなんか動画だったんだけど言って、はいはい、まだ風来のねえしもうほんとクーラーの超恥ずかしかったあれ風来たけどそう、風来るとさあれ、え、どっちどっちどっちみたいなのあるよあれ風来のついたんだっけとかテロップで風来のありませんって書かれ恥ずかしいと、恥ずかしいよね、わかる。どうやって連チャンさせてるんですかね。だからさ、何も考えずにダーって打ってる人がすごい連チャンさせてる時もあるけど、それを自分がやったら連チャンできないじゃん。そう、しないの。しないじゃん。しないの。あれは何なの、あれはなんでなの、うん、これボッてなった時でしょに打ち出すの。来た、あ、来たこれ、ドクン、もうドクン大好きね、うん、ドクン来るよ、ドクンだよ、マジでドクンパワー。あ、青、そうそう、赤で、あー、いや、いないいない、代わりいない、頑張れないよ、代わりなんて。お、頼む、でかい、あー、先輩したらでかいなったの。いやー、充電したらプラスになる。あれ、4万円なくなってんの、それ
4枚なくなった。あ、4枚なくなった。そうだよね、だって5枚目だもんね。やばい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 、肩肩叩き出した。やばいやばい、あと30回。早い早いよね。でもほらラスト2回まで諦めないから。そうそうなの。やばい、終わる、終わりましたね。まだまだ、ザンホリュー、ザンホリュー、当たりいて。当たりいて、当たり。頼む、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。お願い。雨降ってる。あ、リーチなんないの？お願い。本当お願い。あ、ダウル！そう、あなたを待って、あなたを待って、あなたを待っていたの。ちょっと待って、ミーハ、ミーハ。取れたかな？取れなかったかも。取れてない。あなたじゃない、あなたじゃない、あなたじゃない。私こっちで動画撮る。あなたじゃない。あー、オッケーオッケーオッケー。あー、ずれた。違う、ハオルじゃない。シンジ君、僕を待ってたのか言ってたのに。やったー、やったー。はいはいはい、はいはいね、あ、ちょっともうハオル出ないかなこれね。もう出ないんじゃない。出ないな。あー、取ればよかった。いやー、すごい。雨降ってたもんな、大雨降ってたもんな、うん、降ってたね。あ、言ってたやつ、無号機、無号機全回転見たいねって言ってたもんね。イエーイ。あー、私が進行監督だよね、なぜだろう。嬉しい、やった、やったやったやった。あれ、ダウンホリュー2個目 ?3 個目2個消化して2個入れた気がする。じゃあ3個目すごい。今2個余ってる。あ、じゃあ2個目だ。うん、じゃこれでもうダウンホリューまで信じられるね。球変えたからかな、うん、手動で球変えてたじゃん。いや、してたね。なんか、うん、わけわかんなかったけど。何やってたこいつって。新しい球にするとか。その作業も良かったよ。あ、そうだね、うん、やっぱり打ち出しのタイミングがね、またそれで変わってね、完璧。やったー、またカオルに会える。私なんてやっと久々シトだよ。しかもあの双子のシト、あーね、めっちゃ強いの。僕変えたからかな、どっちかな。あ、音楽、うん、どっちもやったんよ。なんかもうあらゆる手段を。入れ替えて、入れ替えた球がちょうどここ流れた時にいたのかもしれないね。イン可能性あるね。うちら何の解析してんの。オカルトはね、あの一生これ言えるから。球が入った瞬間の。そうそうそう、解析、そう、大事だから。大事大事、この流れに乗っかりたい、ぜひとも、うん、もう乗っかりたい。えぐい。見ちゃった見ちゃった。やめてくれる、これちょっとデリケートゾーンだから。デリケートゾーンだった、ごめん。ちょっと本当人のデリケートゾーン覗き見ないでいただいて。つい見てしまった。えぐい、ハマってんね。2回当たってもいいんだけどな。そう、3回目いけるからね。いけるいける、ほぼ変わんない球だけど、あの入れ替えるわ。多分あの出した球のまんまだからさ、入れ替わってないのよ球。私大丈夫かな。大丈夫、当てて3連でいいよ、当てて3連で、3連でいい、3連でいい。優しいじゃん。まずでも当てるところですげえ苦戦してんだけど、ね、そこ何時間打ってんのよ。あれ何で当たったっけ、何で当たったっけ、どうやって当たったっけ、あのさっき一番最初、え、あれ、あれだよ、んエアも来たし、福音エア来たし、あ、そう、ダブルも来たけど、その前ガガガガガ、それだ。え、これ忘れてたの。忘れてた。
すっかり忘れてた。これ3分の3なんだよねとかって言ってた。そう言ってた。今思い出した。出た。からの最終号リーチだったよね。そう、最終号機。最終号はちょっと違う。ごめん、略したらちょっと。最終号もね、一回解散してるからどっかで。そっから最終号してるから。ちょっと違うな。最終号機。最終号機だね。最終号。最終号してるから。木まで家だわ。青。あ、赤い。うーん。来た来た。途中で変わったな。途中で変わったね。うん、いやもう。あたしも乗っかろう。補正に向けて。そう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 。分身してもらって。気持ちいい。いい音。ようやくレバー押せます。今日やってないからね。確かにそうだ。一回もやってないのよ、実は。結構派手に当ててるのでね。よっしゃーよっしゃーって言ってんの。よっしゃーって言ってるのに。あ、そうなの。なんかイエッサーって聞こえてる。美里さんがイエッサーって言え、しかもこれ美里が言ってないでしょ。え、美里じゃないの。え、美里さん。真珠じゃないの。美里さんだと思う。あ、そうなの。え、解析タイプ乗ってるかな。誰々の声ですって。え、シンジじゃないの。じゃあもう一回当ててちゃんと聞こうじゃん。聞こう聞こう。私はずっと美里さんだと思ってた。マジで。だってシンジ君こんなテンション高くないじゃん。よっしゃーってよっしゃーって言わない。しかもよっしゃーだったんだね。よっしゃーって多分シンジ君もっと言わないと思う。確かに。私さ、いっぱいさ、うん、冷たくない派なんだよ。あ、そうなんだ、うん、私冷たい派。嘘。あー、来てる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 。おー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 。長めのレバブル。やだもう。あ、聞ける。これ聞けるの。よっしゃー聞ける。あ、よっしゃーか。いや、この後このよっしゃー。よっしゃー頼んでいてください。こんなタイミングある。持ってるわ。逆に持ってるわ。本当におもろ。やばい。一人コンテやめてもらってもいい。ドッピシャすぎない。え、このタイミング。え、ずっとさ、タイミングあったよね、いっぱいで。玉を抜いてくださいって言われた。なんもないわ。ミートゥー。でもまだマッチする。まだ100は待ってんだ。そう、でも油断するとね、終わっちゃうから。たかだか99分の1なのね。そうなのよ。不思議だわね、不思議だわ。たかだか319分の1なのにね。不思議だね。あ、本当に。ほら、本当に1000分の1とかじゃない。1000分の1じゃないかな。あれだよ、後ろもすごいじゃん。わぁ、17、16。すっげえ理不尽なやつ当たりしてもいい。最初8座ろうとしたよね、私。した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 。今まだ3連です。あれ、今き、リセットされて3連だから。あ、やばいやばい。打ち出し激遅れ。ほらね、リセットされて3連だから、まあ、つまり5連、まあ、5連。あ、来てるよ来てる。あ、いいね。いいよ。ああ、こっちも赤い、しかも。あ、1、3、5。どこ。1個前。1個前だよね。じゃ、2回連続あるね。保留連チャンス。チャンス。しかもこれの1個前がなんか文字なかったやつだったけどね。うん、うんうんうん。ね、その変化の1個前だよね。やったー、まさかの。いやー、いいなー、カウントダウン。ね、あれが0だ、1か。それが1。はい、よし。これさ、絶対さ、シンジだな。え、美里さんでしょ。え、シンジくんかな。主人公だからシンジ君であってもおかしくないんだけど。アスカではな
かった。しかもね、忘れてたのそれよりだって今さ、当てることに一生懸命だったじゃん。そう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 。あ、保留連だ、赤いもん。うー、気持ちいい。これね、一回転回さなきゃいけないの、いつも私のオカルト私のオカルトがね、カオルが出て一回転回すのよ。なあ、ギターカオル。やばい、2層ワールも入ってるこの人なあ、ギターカオルって。そう、なあ、ギターカオルもう行くな、十分苦しいんだよ。いや、そう、本当にそう。私、昨日誕生日だったんだけどそうだ、この技を使いたくなかったけどさそうだ、おめでとう昨日何したの？昨日は、朝方までだからサッカーを見てはいはいはい。で、そこから寝て、整体に行って、あの、うち今犬が入院してるからその面会に行っておうおう終わった。あ、したら？おしたら大当たりが来る全然あの音違ったっていうかイントネーションが来る来るじゃなかった自信なさそうだったあ、失礼失礼。やだ、カジさんは下段でいなくちゃダメだよ。いや、本当に7連でしょ、合計あと1回当たったら1万発。そうだから、そうそう、リザバトの合計でケーキは食べた？あ、食べた食べた。自分でくじ屋に買いに行ったよで、あの、ろうそくをどうしようかなと思って。はいはいはい。一人でもろうそく立てるの？立てる、立てましたよ、3本。3本ね、30代だからね違う？あとはもうごまかすまあでも隠してないから全然バレてるんだけど。でもなんかさ、を隠したくない？なんかそろそろなんか一人言ってもいいんだけど、言う必要もなくない？あ、うん、そうそうそう、ね、ね、だからわざわざ公表もしないんだけど、でも言ってた方が、え、まだ若いねみたいなのあるじゃん、うん、見た目とかさ、それでちょっと優越感もある。そうだね、その、際どい、わ、自信があれば、若いねって言ってもらえる自信があれば言うかな。はい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 、はい、あと結構もう最近適当に言ってる。何歳って言ったら26とか言ったり、ウケる28って言ったりとんでもねえ嘘ついてるじゃんランダムで言ってる。ランダムいいね、それ私も使おうかな出してくれよ、一緒に楽しもうぜ、ね、本当は一緒に ST したいよねだけどこれみたいに言ってさ、でも誰かが笑ってる横で誰かが泣いてるんだよパチンコとかスロットって確かにな、ね、待って800超えたんだけどねえ、助けてあげて。いや大丈夫、ノリだから、ノリだから出せよ、ノリだから出せよ、ほんとノリだから出してくれよ、頼むよ。軽くなるだろ、としたら私だって本当はどうしたいよ出したいよ私が好き好んで投資ばっかしてると思ってんの本当は出したいよって、ね、お、赤くなった。左手を添えるだけにしたら甘くなったわあれすごい最近旬な話題だね、それ。あ、来た、来ました。あー、最高。当たります。へい、完璧、やったー、完璧。え、シンジ君かな。いや、ミサトさんかもしれないここで意見が変わる確かにミサトと言われたらミサトな気がする。ちょっとコメント欄で教えてくださいてか、ずっと当たってなかったでしょ、そのこの番組で。そう、そろそろいいんじゃないの、ね、うん、私もだってもうビビってちょっとアマレジ行きたくなっちゃうよ。肩払ってあげるあ、さっき、あ、あ、さっきつけたじゃん、だってつけて
ないのよ。いやいや、つけてないの、落としただけで、つけてないの。私の落としたやつ言ってるんだったら前半のさ、後半でさ、落としたくそうだよ、そう、ちゃんと落とさないと。それか、だから、そうだよ、私しなかった、ごめん。そうでしょ、してちゃんとお願い、本当にお願い。これ、とりあえず一回行っとこうかね、一回行っとこう、うん、最終号機一回行っとこう。フォアってしたから、フォアってしたから、おおー、こっちもこっちも映って、お願い、お願い勘違いして。あー、いなくなるね。本当にさ、プシューンってさ、何事もなかったかのようにさ、来たー、うん、よかった、危ない、やばい、もう惚れる。よかった、本当に今一瞬手止めた、うん、全国のまゆみが惚れてる。マジでまあまあいそうじゃない。まあまあいるかもしれない。いや、いないかな、どうなんだろう、どうかな、今だったらいるんじゃない、いる、いそうだよね、うん、あのね、7連8、9、あと10連、あっちのとさっき22連してたから、うん、いけない数字じゃないよ。いや、小前頑張れよ、ほんと何応援してたよ。え仲間いけない数字じゃないよ、じゃないよ。私も1回やってておきになるねのパターンじゃないの。319だよ、319。あ、ワンチャンある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 。幅変える前だけど。あー、来た。完璧だ。押します。はあ。頼む。ちょっと、次さ。私にも。あ、気持ちちょっとさ、再開しないとね、再開しないと、イメージ大事だからね、ちょっと忘れてきちゃって。でもこれノリじゃなかったら、うん、こんなに当たってないと思う。私ね、結構ね、ノリ出すタイプ。あ、マジで、うん、最初に言うと、うん、出なかったとき嫌だから言わなかったんだけど。わかるわかる、うん、後出しな、後出しするけど、でもよく出すわ。あるよね、そのトータル的にノリの方がなんか出てる回数多いとかある、マジである。ね、これでやめるとするじゃん、うん、こうで今みさおちゃん来ました、こういう台座る、座らん、座んない、座んない、なんか逆にすぐ座るしてるじゃん、もうハマってるかね、いる、私座るんだよ。なんで姿ありそう、なんか、うん、あの、わかんない、わかんない、私数字苦手なくせに、なんか確率収束収束とか、なにょん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 、しかも変化なし、収束しそうってこと。私これのキューンが好きなの。ここが今白かったじゃん、うん、うん、白だった、赤いと熱いんよ、あ、かわいい、キューンです、反応が早い、カオルカオル、呼び捨てかい、知り合いかい、え、友達か、彼氏、あ、彼氏、ごめん、あ、じゃあごめん、彼氏だからミサって呼ばれてるんだ。ボタンあたりだ、熱々。今日すごい来てくれるわ、本当だよ、ありがとう、惜しかった、ちょっとごめん、粘っちゃった、すごい、すごいでしょ、見習って、うん、見習いたい、本当に、あの爪の後で伸ばせてる、うん、昨日私白子がすごい好きなんだけど、うん、白子自分で買って、何、下ごしらえ、うん、え、ガチじゃんって、家で食べた、まだ残ってるから今日食べる、え、ガチじゃん。白子食べる。おい、もう一杯じゃん、もう一杯、ちょっと待って待って、あるな、あるやろ、あるな、あるな、緑だけどあるな、いや、ボタンだ、いやいい、でも次、次本命じゃない、次、次、次、確かに、次本命、あっ、レバーだったらやらない、もちろん、どうぞ、
あ、風来てますね。でもどうしよう、ボタンだったら。どうしよう、ボタン押しな。押していい？ あ、この人忙しいね、なかなか来てくんない。 99.8。 忙しい。確かに。なかなか現れてくるね。あ、どうぞどうぞ。 お邪魔します。 お邪魔します。気持ちいい。すごい。 あ、 ありがとう。ワンちゃんワンちゃん来た。震えてたわ、ここが。あ、マジで、うん、超いい音。あ、レバーならやります。あ、はい。あ、来た来た来た、レバーよ。お邪魔します。あ、風気欲しい。頼む。 OK。 あ、来た。風来ました。完璧。今ね、オカルト何もやってない。最速消化。いや、今本当何もしなくても当たると思う。当たる、そう。なぜか。あなたが抱えた荷物は、うん、思ったよりすげえ大変だったのよ。本当にそう思った。朝いいよって、朝いいよって言ったのが、うん、ちょっと違うなって、ね、気づいちゃった、うん。いや、もうこれでご飯ごちそうになるわ。あ、それはいいね。うん、いくらでも。本当？お酒も飲んで。そう、肉食べに行きたい。あ、いいね。ね、お肉いい。食べに行こう。多分うちら一生喋るじゃん。うん。いける。もうね、あ、なんかね、私ね、やっぱこうやって喋れる、しかも初対面でこんな喋れる子いない。本当？え、本当本当。すごい。だから逆に、なんか昔から友達なんじゃないかと。消化激早。ね、早。何も来ないと本当早い。何も来ない。え、なんかめちゃくちゃレアなものめっちゃ見せてくれるじゃん。いやいや久しぶりの動画なんで。照れ方雑だよ。いやいや、すげえ雑。えぐいえぐい。あなた、まあ、お、赤い。いいね、これはあるでしょ。赤、そう、赤い。いいよ、完璧完璧。やるっしょ。はい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 。まさか。でもなかったよね、保留ない。煽りだけかな。あのね、超朗報なんだけど。聞こえてる？あれ？あ、してなかった。嘘だろ。超朗報なんだけど。何？まぐった。え、もう今こんな時期じゃなかったらチューしたい。本当にチューしたい。あ、いらないけど。ちょっとは悩んでくれよ。まくったはず。だからもうこれ以上はあの、あ、どうしないで。はい、あのストップ入りました。今ね、オカルト何もやってない。やってないの？今のところやってなくて、めちゃめちゃ連チャンした。めちゃっていうか、なんか早かったんじゃ。早かった。おお、ピンチ。ああ、あれ、ガセもあった。回るか。あるあるある。いや、でもすごいわ。まくり終わりじゃない。すごいすごい。ワンちゃん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 、ね、ワンちゃん。あ、ありがとう。あー、弱い。あー、白だ。ボタンだ。まんまいね。そうだな。もう25530。実践終了。お疲れ様でした。お
疲れ様でした。疲れた。笑顔のわけは。ね、いや本当よ。ね、いやでも私疲れたよ。私もね疲れたよ。でも嬉しい疲れでしょ。そうそう嬉しい疲れですよ。ね、それはもう。まあ、前半戦が、まあ、ちょっとね、はい、雲行きが。うん怪しくてね、どうかなってね、うん、でもなんかね後半戦のためだよとか言ってね言ってたよね適当なこと言ってましたけども、うん、ふわふわした前半戦でしたけど、はい、まあまず結果は私が投資57本で回収があと一歩だったなゼロ。うんそうでしょうね見てたもんずっと見てた見てた、うん、バレてた、うん、当たりなしです。そうだよなちょっといや私は後半、うん一回ハチャタ引きましたよ。引いたね、本当に2連で終わりかと思いきや、ザンホリューで引き戻して、うん、そこから17連。いや出たわ。2万5000発表記、うん、出ましたね。はいありがとうございます。うん、いや上出来よ。上出来。マジ本当こんなしばらく出てなかったからさ。本当に。助かった。もう一回言っていい。マジでこのご時世じゃなかったらマジめちゃくちゃチューしたい。しないで欲しくない。そう2回目です断られたの。はい、肉食べたいな肉。あの肉もいくらでも肉も未然に切ります本当私切らせていただきます。はい、さあでもね、うん、まあミッションのことがあります。はいはいはい、結果は、うん、ドロロロロロ27,480ってことでまあすべて。メサウチン のイコールなんですけども、はい、はいはいはい確かにあのリザルト2回出たからね2回出たからね、うん、か合計して、はい、全て彼女の力なんですけどもまあ残念ながらほどかすすいませんすいませんあげたいですよこんな前身がほんとまずただのお荷物になっちゃってちょっと重たかった結構引きずったわほんとごめんねでもあのいいラインまであの持ち上げたんでねでしょでしょでしょ、はいはい、終始はね持ち上げていただきましたプラスにねなったんですよ乗りでよかった本当よ途中でいつ断ろうかなって思ったんだけどなんかやっぱなしでぐらいなこと言われる覚悟もちょっとしてたの実はただ、うん、やっぱりこうノリじゃなかったら絶対途中で終わってるからで隣ですっげえ念送ってたもん念送ってた気づいてなかったかもしれないけど、うん、念送りすぎたじゃんめちゃめちゃ念は私にもってね逆に1個返してみたなんならもう単発でもいい、うん、1回返して、うん、そう1回欲しかったよねまたこう話が長くなっちゃうのが、はい、ちょっとこのコンビだったことが今日分かりましたそうねすごいやりやすかった、うん、てかこちらこそ、うん、楽しかったもうありがとうありがとうございましたあと LINE の方公開させていただいてお願いします絶対肉の約束取り付けるんで、ね、教えてもらえなかったらあのツイートするからあマジで教えてくれなかったっ逆にね、はい、というわけでこの3級チャレンジなんですけども、うんまあ、実はあの次、まあ、高田ゆずきがまた復活するその日まで一旦ちょっとお休みということになっておりました、はい、なっておりましたなので実質一応うちらの回、まあ、今日が最初でこう最終回みたいな最初で最後本当そうなのよかったよだから本当だね一応仮最終回じゃん仮最終回危ねえ危ない危ねえ危ねえ最後まで見てくれた方何人いるのみんな残ってる残ってるみんな脱落してんじゃないみたいな本当前半見てあちぎーわってなった人戻ってきてお願い本当にただごめんなさい公開プレゼントは本当ごめんなさいだ確かに本当ごめんなさいそれはまあだからもううちらの番組がさできるぐらいのつもりでさそうそうね、うん、いれば、うん、きっとその時にプレゼント出せるかもしれないかもしれないはいあの、うん、なんか二人の番組作ってとか書いてください、ね、書いてください私も一応言っとく、うん、すごい良かったっつって強っ春っつってここで番組ができるかもしれないここでねだから、はい、その時なんか凝ったプレゼントしますよっつって、はいまあ、今日できなかった分ねいつか叶えばいいなと思うんですけども、うんまあ、次ね高田ゆずきが戻ってきた時にちゃんと高田ゆずきの3級チャレンジっていった形できっと彼女がプレゼントのためにまた頑張って MC やると思うんで、うん、ぜひその日をまたお楽しみにしていてください、はい最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございましたはいいいねとかコメントとかぜひよろしくお願いしますできれば優しめのコメントで今本当ガラスのハートなんでまたはいお願いしますお会いしましょうまたねまたね